今です、ピンなんです。いや、おばあちゃんみたい。こんにちは。今さっきリハーサルが終わりましてですね、おでこ荒れてる。いやいゃあ、初ナンバラマジ？すっぴんだったバブちゃん。誰がバブちゃんこの時間。うわ、するの？仲間が来ました。すごいすごい。私はね、さっき野菜ジュースを買いました。あら、無添加ですね。そう、体に優しい。ちょっと今から体に良さそうなもんいっぱい食べとかな、飲もうかなと思ってちょっと買いました。何のための投票機能、9期、9期じゃない、誰や、優しい。違う、10期生のやつ。考えたことなかったね。なんでなんで？ずっと普通にやってました。投票とかの当時も出なかった。当時も出なかったです。うっすらやってます。始めます。いただきます。どうですか、おこんなん味でもは。さ、好きな味じゃなくても美味しくないとか言われへんの？ あれ、がっつりパッケージ出しちゃってますえ、そう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 、カンカン。こんにちは。え、でも美味しい。沖縄に会いたくて、南原とか世代交代行こうかと迷ってたけど行けなかった。ごめん、最悪、ほんまに最悪。時間あるときに来てください。まこずんくなにかっちたよ。は。一人で缶開けれるようになってる。バカにしすぎやろ。缶開けれなかったんで開けすれたか？わ、ずっと。なんなら配信中に開けたことなかったわ、今まで。え、そうなんですえ、か？それで。なんか。今日雪乃さんみたいな T シャツ着てます、私。ほんまや。短い。じゃあ、短い。あ、今日も短いですね。そう、私も実は短いんです。あら。あらららー。 夏です。夏のね装いです。え、ほんまにリハーサルだけでめっちゃ暑かった。やはばいかも今日。汗ひいて今ひんやりですね。な、寒い。やばい、ああ、とイエ10スイエ分スでお腹出てま家出す。なあかんない。頑張ってください。ありがとあ、10分で後で家出なあかんわ。頑張ってください、ほんまに。もう今日めっちゃ暑かった、ほんまに外も。え、もうさんさんと明日な晴れって感じでしたあ、なあ、よね。ほんまびにっやくりばい。しました。もう日焼け止めいるわ。きゃー、嫌な季節がやってきましたわ。サンドウィッチ的な。どんな珍しい光景やったんですかね。なんばら入りたかったよ。で、入れない方多なんいでみたい。入ってくれないの？落選らしい。え、そう、きゃ多いー。ですね。ありがとうございます。 DMM 応援ありがとうございます。いいや、サブ。温めます。あ、雪乃が温めるねじゃないですか。ごめん、それな、舞台の上でしかいないから。あ、そうなんですか。絶対言ったらあかんけど。お味噌じゃないです、雪乃さんです。 あらー。来え、週のなんなん、踊るもう話すめっちゃバカに言われんだけど、舐められてる雪乃。 もう高違2いですよ、私。高2ですよ。中2で止まってませんか？ねえ、ほんまに。高2です。高2です。同い年ですよ、よし見み。えないですね。おゆきさんです。おゆきさんです。おゆきって最近めっちゃ呼ばれそうなんる。ですか？そう、メンバーにも。おゆきさん。そう。なんかすごい、でもゆきのさんの雰囲気とめっちゃ合ってるかもしれない。嘘やおゆきですみたいな。ん。ほんまに？おゆきって感じします、言われてみれば。初めて言われた、それは。
高校生の話ヒヤヒヤするんや。あらあら、あはる申し込んだよ、ありがとうございます。明日なんとゆきのさんが世代交代に来てくださいます。りささんもやだ、私は出ない、出ます、暑さに耐えれない。絶対暑いもん、分かりきってるもん。暑かったですよ、いやいや、やばかったです、暑いのほんま嫌や。暑かったです、そんなセーラー服この辺にしたいぐらい暑かったです。そんな夏バージョンとかにしてくれへんのかな、あれ。え、半袖してほしいですけど、半袖のセーラー見たことない。確かにあるんかな。私は今日は明日も頑張ります、ね、ありがとうございます。グループワーク明日も暑いんかな。明日も暑そう、どうなんですか。明日も晴れなんですかね。え、確かにまだ4月やのにこれやばい、ね、ほんまにな、真夏どうしよう、雪の、もう公園出られへんかも。ああ、髪の毛下ろされへん、雪の、もうほんまに同じ髪型でも許してくださいね、すみません。確かに髪の毛下ろすとやっぱしんどいですか。しんどい。え、私もずっとアップで慣れてるから、そう、解禁になっても下ろしできない。やばかったで、ほんまに。まずはハーフアップとかから鳴らさないと。そうやな。雪乃さ、いきなりハーフツインやってんやんか、ほんまに死ぬかと思った。マジでやめた方がいい、いきなりおろしは。ほんまにえぐいで、だんだん後ろの髪の量、まずは一束ぐらいからおろしていって。そうやな、それが賢いわ、ほんまに。あ、そう、夏より冬の方が姉は好きです。明日公園入るね、ありがとう。夏は暑いから、え、明日曇りからの雨、わお、最悪、湿気だ、湿気湿気、うわ、頭痛くなっちゃう、いやいや。皆さん公園に入るときは湿気を持ちかまないようにお願いしたい。持ちかまない。あ、そっか、一押しガチャやってるんや、カジュパ、ヨシミンのシークレット、シークレットありがとうございます、ヨシミンです。あ、あらあらあらやばい、あらあら、雪乃さんみたいな T シャツ着てます。でも結局これが涼しいんですよね。そうね、動きやすいよな、一番、はい、一番動きやすいです、過ごしやすい。うふふ、乾燥剤持ってきてください。どっちも困るけどな、湿気も乾燥も。確かに。あら、会えるの楽しみに、今日は夜勤を頑張るので、夜服ありがとう、頑張ってね。お仕事ですか皆さん、今日はお仕事頑張ってください。梅雨、梅雨ほんまや、頑張ってね、梅雨来ちゃいますね、言ってる間に1ヶ月ちょいで。タコありがとう、頑張ってね、頑張ってね。なんか今日は大人っぽいです。さっき赤ちゃんって言われたばっかりだけど。ハートありがとうございます。あ、大阪観光してます、どこ行ってるの、大阪に。ありがとう、頑張ってください、よろしくお願いします。昨日から10連休、うわめっちゃいいやん、10連休、神ですね、いいね。こっそりと視聴中、なんか隣の子には内緒やで。呼んじゃいました。おーい、聞こえてるよっつって。日焼け止め塗った、えらいですね。もう焼けた、私もでも焼けた気がします、ほんまに。なんとなく日焼け止め塗ってないですけど。毎日さ、日焼け止め塗らなとか思うけどさ。え、わかります、家出てから気づくんですよね。そうやねんな。あ、晴れてる。え、ユニバからのキャン持ち、えぐ、ハードすぎやろ、元気やね。私にはそんな体力もないですよ。今日コアラ見てきた？動物園行ってきたの？そうなんだね。コアラみんないいな。でも動物園行きたい。今日のナンバラが頑張ってありがとうございます。頑張ります。頑張ります。この一週間大変なことがあって大変でした。大変なことがあって大変でした。なんかお疲れ様です皆さん。なんか鼻赤。
ろ白い。え、なんかな、ほんまに高校生やのに。夏の間も高校生やからって思うやんか。ほんまにもうなんか黄色くない、びっくりするほど体力なくて。なんか黄色くない、なんかね、N になってからほんまに体力落ちた。びっくりした、ほんまに。予定まだ決めてない。やだね、決めてない。なんかね、B2 の時はあ、入できたんや、ベトナムフェス。何バトルもあったし、いいな。でも行きたかった、ベトナムフェス。そもそも B2 の公演がめちゃめちゃ体力使う曲ばっかやったから、曲も増えたりして。 DMM 神手の真ん中、ありがとうございます。だからね、N のせいとかじゃないよ。 N のせいとかじゃない、ほんまに N が体力使わへんとかそういう意味じゃないです。体力しっかり使います。全然使います、 N もね。けど B2 が体力使いすぎたっていう、この辺も全部囲います。なので買い上げたくないので。そう、バインミーね。ほんまに昨日ユミさんちのバインミー食べたい。ヒカルの卒業公演の時、あの1週間やったじゃないですか。もうしんどかった、1曲で。え、そうなんですか。うん、あれしんどいですね。しんどかった。あれ7割ぐらい踊れます。そうなんか休憩すごい怖ない？めっちゃ好きなんですよ、みんな。あの黒とかもな、踊ってたんな。 B2 さん見学した時に、うん、あの曲で私上で泣いてましたもん。え、なんかもうマジ頑張ってよかったみたいな、もう感動しちゃって、かわいい。もうなんか一日頑張ってよかったみたいな感じで上で一人で泣いてました。あら、かわいい。もうキラキラが眩しすぎて、もう今日学校頑張ってよかったみたいな泣いてました。うわ、それ嬉しいな。もうラブイーズで泣いてました。うわ、それも雪でも頑張ってよかったわ。嬉しい、かわいいわ。もうね、今そんな言われちゃうとね、なんか嬉しいですね。あらあらあら。本日何バラエティーですか。1週間久しぶりに見れてよかったね。バラエティーできてよかった、楽しかったです。私もわかりますか、この気持ち、皆さん。もうラブイーズでもうはーってなるんですよ。早ない。ラブイーズでなるんですよ。お疲れ様です。なんかあのヒカルさんの卒業後の時ネックレスついてましたよね。ネックレスあるんですね、あれ。なんかもともとあれ衣装やってんけど、そうなんですね。なんかその B2 の時は緊急生やからっていうのでなかったんけど、最初は、うん、なんかでも正規なってからもなかったけど。髪飾りだけでしたよね。あ、もともとあるやつなんですね。そう、知らなかったです。びっくりした。卒業公演の時に初めて知った。はい。しかもな、ネックレスイニシャル入ってんの。え、まあ、人によって違うんだけど。ってことですか。そう、雪の前って入ってた。えっ、ー、と思って、めっちゃ可愛かった。ほんまに Y なんですね。そう、めっちゃいいですね、それ。嬉しかった。嬉しいですね、 Y。 なんかハートとかだけのメンバーもいるんですけど、うん、あ、面白い人に会ったやつですね。そう知らなかったです、私も。 B2、 さつきチーム B2 の衣装は全部あれやな、アクセサリーはなかったから髪飾りだけやってんの。ああ、そうなんですね。そう、よいしょ、ありがとうございます。ユースミンの、そんな自分も初めて入った公演が、確かに名字がニックネームやったら Y なのかな、ニックネームなのかな、 A なのかな、どっちだやろ。1曲目から感動した。ユースミン、あ、 A ですか、うん。よし、やった。T じゃなかったもん。あ、でもよし、みんでも A にしてくれるんですかね。よし、みん。でも Y かな、分からへん。おもろいですよね。どうなるの。どっちなんですかね。ネックレスつけたことないです、私。なんかあの飾りつけれるやつでもネックレスはないですね。でもな、最近の衣装は、なんていうの、あのフックみたいななってるやつあるやん、ネックレスって、はい、じゃなくて磁石でひっつくね。え、もう、ポッてやったら終わりなの。そう、そったくめっちゃ楽やで。すごい、
なんかつけねえろって今思ってました。ちょうどかかってるとこあるやん、はい、ピッて取ったらもう外れるし、パンって自分で作れる、つけれるし、すごい、ほんまにすごいの。最近苦戦するカチャってやつかと思ってました。違うねん最近、すごいよね、すごい石尾さんの力。ほんまに、え、ちかしげさんは、え、こっちから来た、さっきあっち行きましたよね。なんかすごい悪くなすんげえ、え、一周してきたってことすごいな。うん、まあ、いつも思うね、ちかしげさんってさ、公演メンバーよりも動いてる可能性ある確かに、その公演までの間って常になんか歩いてるな、ランニングしてるかと思うぐらい、いつもなんかどこおらんもんねえ、そう、早着替えようなってんの、すごいよね。なんかコンサートとかさ、なんかどの衣装がどの順番で来るか分からへんやん、うん、だからね、全部磁石になってるのよ。すごいすごいよね。じゃあ早着替え緊張するか、またぎとかした時は5分ぐらいシミュレーションしてもらったまでシミュレーションするんや、こうして、こうして、こうしたんでねみたいなぶつくさい言いながらシミュレーションしてます、マジで大事やと思うほんまに心配やもんな、またぎって、はい、心配です。自分だけ気合遅かったら恥ずかしいと思って、なあ、はい、しかもなんか、なんかあの B2 さんとか幕開く直前っていうか、もうオーバーチャー始まる前ぐらいからこうやってキープしてるんですけど、うん、私もレディーの伸ばし棒ぐらいまでギャーギャー一人だけ言ってて、行きのも行きのも行きのも言う派ですか、言う派、もうオーバーチャー始まる前にこないしてて、なんか B2 静かやんな、はい、びっくりしました、始まります、そうやね、そうやね、そうやね、ゆきのもびっくりした、それ私だけずっとギャーギャー言ってましたゆきのもゆきのなんかだってゆきのが騒いでたら、はい、準備しやって言われたのほんまに、そんな早いと思って、みなさんとか言ってそうそうそうねえ、えのなんか騒ぎまくりですよ、そんなのまだちょっとランキング読みます。13位、しんのすけさん、ありがとうございました、ありがとうございました、初めての読み方しちゃった、ありがとうございます。明日は18時、12位、よいちさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、アッシュさん、ありがとうございます。健康のためにあげてるのかな、しゅんさん、ありがとうございます。9位、ジョエルさん、ありがとうございます。8位、出た、ジョブさん、ありがとうございます。7位、ケイタンさん、ありがとうございます。6位、はじめましてさん、ありがとうございます。5位、奈良のあさぽんさんさん、あさぽんさんさん、ありがとうございます。あさぽんさん、ありがとうございます。4位、大見さん、ありがとうございます。3位、大根さん、ありがとうございます。2位、稲茶さん、ありがとうございます。1位は、なんて読めばいいかな、雪の結晶、じゃあマーク開く、ありがとうございます。自分のところにマーク開く直前にこうやって、私は終わりたいと思います。動いてるけど、ありがとうございました。あれがここに思ったとしたら、私はメイクして着替えて頑張ってきます。伝わりますか、自分のしっかり見ててくださいね。いつもなのでコールいっぱい待ってます。ありがとうございます。うまや、また明日も余裕あればしますね。ほな、待ってね。ありがとうございました。あら、2日連続よしみちゃんに失敗。